つかにでもなりなと、また根拠のない夢を語る。父さんが言っていたんだ、また意味もわからず後をする。一人ではないと暗示をして、二人ではないとそう聞こえて、思ってるだけじゃそう辛くて、でもそうする他に術はなくて、愉快な日々だと暗示をして、不協和音が聞こえてきた。抑えてるだけじゃそう辛くて、だからこの気持ちを弾き語るよ。もしも